はい、詐欺好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はジャック・ダニエルのテネシーハニー味の、これはハーフボトル 350cc のやつですね。こちらなんと値段が1400円ぐらいします。高いですが、なんとこちら俺2本買っちゃいました。なぜ2本買ったかというとですね、1本買ってさーって家帰るかと思って、これをチャリの後ろの、まあ、荷台に乗せたんですよ。荷台っていうか、カゴにね。で、いわゆる、歩道と道路の間にある段差、こんぐらいの段差あるじゃないですか。あれを、ガタンって降りたら、ガタンっていうか、そろーっとこう降りたんですよ。そーっと。まあ、これぐらいならいけるやんって。そしたら、後ろのやつがガターンってなって、で、これがピョンって飛び跳ねて、ぐしゃーんって、道路に、ぐしゃーんって、一瞬で、もう買ってものの数分でね、一個失って、はーってなって、もう一回買ってきましたね。もう一回これを1400円出して仕方なく買ってきました。くそったれ!咲きやがって。こちらが原産国アメリカで、容量が 350cc で、アルコール度数35度。輸入者及び取引先はアサヒビール株式会社。となっております。あとは基本的に英語で何書いてるかわかりません。まあ結局のところは、まあかなり、聞く話だとかなり甘いということですね。まあ甘いってことは、あれかな?ジョニー・ウォーカーの、グリーンラベルぐらいの、あんな感じなんかなっていう、感覚としては。まああれもかなり甘いウイスキーだったんで。乾杯。うん。確かにジャック・ダニエルになんか蜂蜜っぽい。蜂蜜っていうか、うわ、甘え!なんじゃこりゃ!甘いなんてレベルじゃない。これ、リキュールじゃないのこれ。これ大丈夫かこれ。あ、リキュールだ!これ、ウイスキーじゃない。よくよく考えたら、品名がリキュールになってる。香料と着色料が入ってるって書いてあるね。あれ?原材料名に香料と着色料しか書いてないですね。モルトとか、いろいろ書いてないですね。あんま。これ、梅塩か甘い。ぎゃー!これ最近俺梅酒作ってるからあれだけど、梅塩か甘い。これはあれだ。これ水割りにしないとまともに飲めんぞ、これ。甘い。ジャック・ダニエルを、半分ぐらい蜂蜜で全部薄めたか、もしくは、三分の一だけジャック・ダニエルで、あとの三分の二は全部蜂蜜で、味付けた感じ。甘いなんてもんじゃねえ。ほとんど砂糖レベルだ、これ。ほぼ砂糖だぞ、これ。うわ、あんま。ああ。ようやくまともに飲めるようになった。これ買う。これ、どうやって飲めてんだ?これ甘いなんてレベルじゃねえぞ。ほとんどあれだぞ。蜂蜜をほとんどそのまま飲んでるようなレベル。下手したらそれよく甘いかもしれない。いや、そうでもないか。蜂蜜最近舐めてねえから分からへんけど。原材料が香料と着色料カラメルって書いてあるけど。ジャック・ダニエルベースにハニーの豊かな風味を加えたリキュールって書いてある。ちなみに 700ml で2344円。で、ハーフボトルで1400円だったんで、高いですね。うへぇ、甘いなんてレベルを超えてる。
ジャックダニエルをベースにハニーの豊かな風味を加えたハニーテイストのフレーバードウイスキー、かっこ酒税法上はリキュールです。天然の蜂蜜や糖類、天然の蜂蜜や糖蜜、ローストナッツの豊かな香り、蜂蜜の上品な甘みのある味わい、かすかなナッツの香ばしさと芳醇な、蜂蜜の滑らかな余韻が楽しめます。確かにね、ジャックダニエル感はね、ちょっとあるんですよ。あるんですよ。ジャックダニエルの香りとかっていうのが、あるんですけど。これ、そのまま飲めるやついるの？ちなみに飲み方が、ジャックハニー、チルドショット。冷凍庫で十分に冷やしたジャックダニエルテネシーハニーをよく冷えたショットグラスに注ぐ。まあ、いわゆる、これを冷凍庫の中に入れといて、そのままストレートに飲むっていう。まあ、それでもクソ甘いだろうけどな。ジャックハニースカッシュ。テネシーハニー 30cc とソーダ 90cc、レモン8分の1カップ2個。で、あとはなんか、まあ、いろいろありますけど、これをアイスクリームにぶっかけて食べるっていう、バニラアイスにね。まあ、うまいんじゃないですかね。これほとんど蜂蜜と思った方がいいですね。この甘さはほとんど蜂蜜をそのまま舐めてるようなレベルなんで。多分5分の4ぐらい蜂蜜なんじゃないのこれの。で、残りの5分の1だけ、ジャックダニエル入れたような。感じっす。これはハイボールにしないとまともに飲めないでしょ。これをストレートに飲むっていうやつがいれば、まあ、とんだ甘党ということになる。ほとんど砂糖水ですね。ただの砂糖水ですね。これは危ない危ない。フルボトルで買ったら大変なことになった。っていうか、どちらにしろ俺、2800円これで出してんだから、もう、ほとんどフルボトル買ってるよが高いんだよ。ふざけやがって。まあ、皆さんも気をつけてください。大体ね、割れ物乗せるときはね、前かごに乗せた方がね、いいです。後ろかごはやけにね、ボカーンってなるんで、なんか、あれが強いですね。反発力が強いですね。これは、もう、あれやな。こんぐらい、このコップで行くと、これの今入ってる水の半分ぐらい、このジャックダニエル入れて、あとはハイボールっていうか炭酸でバーって割って、そんぐらいじゃないと、まあ飲めないけど、でもこれはハイボールにすればうめえと、思いますよ。ハイボールにすれば割とうめえとは思うんだけど、ハイボールにしてちょっと飲んでみるか。ハイボールにしてずっと飲んでみました。ハイボール、ハイボール。あれ、炭酸水あったっけ？炭酸水冷えてるのあったっけ？ない？あったっけ？自家製氷。自家製の氷を氷にはこだわってますから、ボクチン氷にはこだわってるからちゃんと天然水を使った氷使ってるから、ね、でさらに蓋を閉めて、これがポイント。ここに、製氷皿に蓋をかける。蓋のあるやつだと、いいですね。結構。蓋がないと結構ね、冷凍庫って汚いんで。汚いんです。で、ちょっとこれ。
結構甘いから。結構どこじゃないこれ。ほとんど蜂蜜だぞ、これ。甘いの好きな方はおすすめできますって言うけど、ストレートで飲めるレベルじゃないからな。まあ、これ買うんだったら普通にあれなんじゃないの。普通にジャックダニエル買った方がいいんだよ。ここまで甘いとは思わなかったですね。ほとんどあれですよ。あれと同じ。コーヒーリキュールの、カルーアとほぼ同じレベルの甘さ。だと思った方がいいです。はい、カンピー。ああ。まあ、飲めるは飲めるけど。飲めるは飲めるけど、ほとんど甘いだけ。ああ、甘すぎてダメだな、これ。まともにウイスキーの味が6スポしない。当たり前だけど。だから5分の4ぐらいが全部蜂蜜だから、もはや、蜂蜜とジャックダニエル買ってきて、半々で入れて、ハイボールにした方がいい。マッシュレベルですね。ダメだこれ。まずい。ハイボールにしても、甘さが消えないで、舌に残るんですよ。口に残るんですよ、甘さが。で、ジャックダニエルの味が6スッポしないんで、ダメですね。これは買う価値ないでしょ。こんなもののために2本買ったと思うと腹が立ってくる。実に腹が立ってくる。これ甘みが恐ろしいですね。これ買う価値ないでしょ。あ、甘すぎて6スッポは味がしない。これ買うんだったらジャックダニエル買った方が100倍増しという、100倍増しですね。3542です。ご視聴ありがとうございました。